でこんにちは。今急遽ですね、今日はね2023年11月のじゃない12月の3日土曜日なんですけども、僕は私一、YouTuber でありながら、もっと濃いのがベジタブルハッカー、めっちゃ野菜食べる人間なんですよね。で、ベジタブルハッカーの、まあ、野菜をいろいろ入手する前にもね、ちょっと動画近所のお店あげたりしてましたけども、今日一つ、土曜日によく私が、ワンコイン100円ですね、100円でほうれん草を1袋1パック買うんですけれども、ついでにキャベツの外葉とかいろんなものを外葉系のものをですね一緒にもらうっていうのを、くださるかおじさんがトラックで売りに来てるんですね。で、今ここ、バックがですね、かの有名なさだまさしさんの中学時代によく来た銭湯が今、ゆったりランドというふうになってまして、ちょっとこれもついでに収めちゃう。まあ白ひげ神社はいつもちらっと出ますけども、白ひげ神社のここもすぐ近くで、まあさっき杵川公園から始まりましたけれども、杵川橋っていうね、さだまさしさんの有名な名曲がありまして、私も YouTube で、初心者ギター弾き語り、下手っぴ弾き語りで上げてるんで聞いてください。で、今ね、もうここほぼ、荒川の土手に近いんですけれども、そのどこからか来てるおじさんのトラックの野菜売りのおじさんはどこなのかよくわからない、どこから来てるのかよくわからないんですけれども、今ねあのおじさんがそろそろ12時近く、今お昼近いんですけれども、営業時間というか売ってるのが12時ぐらいです。今サンダル履きで私ちょっと出てきて、大きい袋、このアマゾンオーディブルの袋を持って、まあ、どんぐらいまた今日は外葉とかね、日によってなんですけどもね、結構がっさりもらうんですね。で、当初おじさんはこの若者じゃないけど、私ももうおじさんですけど、多分なんかペットにあげたりとかするんだろうなと思ってたのに、この間ね、なんか動物にあげるのって言われて、いや自分で食べるんですよ、洗ってって、あ、そうなのってびっくりしたみたいな。結構な量をもらう時もあるしね。だ、キャベツの外葉だけじゃなくていろんな葉っぱが入ってることもあるんですよね。ちらっと、ちらっと昔私が飛んだのモンキーを買った自転車屋さん、なぜバイク屋さんじゃなくて自転車屋さんでモンキーを買ったのかって、まあ昔はそんなこともありましたよね。間ね、夏になる前、6月ぐらいにここに久しぶりにパンク直しに来て、2代目の方と話をいろいろしたのは、もうなんか YouTube に収めたい会話になったんですよね。うわ、カメラ持ってるわと思った。その方はね、さだまさしさんに年齢が近いんで、中中だったら中学校
もし同窓生だったら、さだまさしさんの当時の中川中学校時代の思い出とかがいろいろ色濃く、私よりも色濃くいろいろ知ってるのかなと思ったんだけど、なんと中川中学校、まあ、昔から今に至るものなんですけど柄が悪すぎて、あの自転車の当時の店主お父さんは心配して、越境して本田中学の方に入れたという。本田中学はこの間の私の動画上げた、やっぱりすぐ近くは近くなんだけどね、あの昔、長渕剛さんと志保美悦子さんが男はつらいよ幸せな青い鳥の、まあ、ロケで使った公園が、ちっちゃい公園があるすぐ近くの中学校ね、まあ、そこからまたすぐ近くのこっち側の中学校、中川中学校を3年間通ったのがさだまさしさんでしたっていうことで、さっきの銭湯ね、あのノリの好きだった出席番号だったんですよっていう歌の中で語りがあるあれですね。まあノリさんっていう人は、あ、もうでも土手について、まああれスカイツリー、あ、いたいた、ちょっともしかしたら早めに終わったりとかすると、あ、ちょうどもうね、いつものたくさんお客さんが群がってる時間が過ぎて、私がほうれん草だけを買って、あとはいろんな、もうしまって捨てちゃったよって言われたら困るんだけどね、ちょっと今日時間遅くなっちゃって、ベジタブルハッカーの日常を切り取る、あ、もしかしたらあのビニール袋に用意してくれてる可能性がある。お疲れ様です。はいはいはい。あ、違う、これは株だ。商品でしたね。うわ、電話不動で。あ、ないや、俺みんな規制したからこっち。え？ないよ。ほうれん草ないの？あ、ほうれん草あるよ。なんで？じゃあほうれん草あるけど、じゃあクズよ。え？ああ。あれ、煮て食わせる。100円ちょうどで、内税なのか外税なのか。内税でやってるんですね、うん、あ、いや、それは今日の前の残りだから100円なんだよ。あ、そうなの。まあまあそうですよね。これ100円で、この間ね、近くのあのグリーマートっていうスーパーでも、うん、まあ98円で消費税外税で、うん、でもこれ、まあこんなもんだね、重さも。これは安くなってきたのかな。そうだよ、それは300g。今ね、おじさんちょっとこう野菜をね、あの絵になるんでビデオ撮らせてもらってるんですけども、いいよ。おじさんどっから来てるんですかね。撮んなくていいよ、そんなもの。え、撮んなくていいよ。そうなの。いいってな。撮んなくていいよ。撮んなくていい、ごめんね、うん、あれ、あの外葉がない。だから言ったっぺ、外葉が今日はねえつったっぺよ。ああ、そっか。ここね、これ腐っちゃったから、ここにあれ、これだ、あっちの下にあったんだけど、うん、鎖が下に入っちゃったから、白菜の鎖が、白菜の下に、白菜の鎖でんの、あの、あ、腐敗してるやつ。あ、腐ってるのと一緒にしちゃったの。うん、だからダメ、今日はダメ。そう、まあしょうがない。そこがこのまだ火曜日しか、火曜日、またじゃあ来週、うん、来週の土曜日に、うん、そしりばりすから、ありな。じゃあお疲れ様でした。今日またね、でっかい袋持ってきたんですよ。ハス。これ鎖にもほら。これ鎖だから。これ。
こういう、これ、こういう草に入ってますから。あ、でもね、それでも箱もらってきますよ。分けるから自分で。で、あの、腐ってるのは私が捨てちゃうんで。いや、ここで置きよ。え、腐ってるのはこうさ置いていいよ、この中さ置いて。あ、じゃあ今抜き取ってもらってっちゃっていい。その中さ置きよ。いただきます。ちょっとじゃあもらってくるね。ビデオをちょっと下に置いて。毎回いろいろ違うんですけどもいただいちゃいました。今ねこのアマゾンオーディブルの袋にガサッと入れたのは、こんな感じ。キャベツとキャベツの外葉と、大根の葉っぱと、カリフラワーの茎、あとネギのねあの青いところが少々っていう感じなんですけども結構ある。これをまあ私まずはよく洗って少し干してでいろいろ料理しちゃうっていうねパターンです。そういうことで、いやおじさんの車の今ナンバーこれ、まあ、映してもらっていいけど土浦ナンバーいわゆる茨城の方から来てらっしゃるってことですね。茨城といえば私、まあほぼ両親茨城なんで出身が茨城県人みたいなもんなんで私も。
おじさん、私も両親茨城なんですよ。ああ、そう。茨城どこ？母親が古巻っていうところ。え？石毛って知ってます？知ってるよ。石毛ですね。ああ。で、俺と反対側だ。反対側？この前大水だったところ。ああ。で、鬼怒川。でね、親父、父親がね、うん、大津港っていう。あ、大津してる。大津なんですよ。北茨城。うん。うん。これはこっちのすぐ入り口の砦だから。え？砦。ああ、砦。砦で一番入り口。茨城の入り口。これ毎日どっか違うところで売ってるんですか？売ってない。1週間に2回しか売れない。もうそろそろ引退の時期だ。はい、おじさん、今日の仕事終わりました。お疲れ様でした。はい。じゃあ、お気をつけて。はい、ありがとうございます。また来週お願いします。はい、運転気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。これ新しいシリーズになるかもしれない。ベジタブルハッカーシリーズ、今日これプレっていうか1っていうか、なんか、サダマサシさんの、ゆかりの中学時代のゆかりの地を案内しながら野菜を買い&いただきに行くっていう、まあ、野菜の1個ほうれん草を買っていろいろもらうっていうシリーズ、あ、鬼怒川橋がちょっとちらっとあれですね。さだまさしさんがここで過ごしてた頃は当然こんな上のこの高速はなかったりとかねします。まあそういうことで、今日は、午前中ねトレーニングしに行ったらね、今日はちょっと結構全身に重りをつけてヒート的な動きをガーッてやったりとかして、でまあいろいろね、あんまり細かいあれはあれですけど、まあ自称障害アスリートなんで、中国武術家障害アスリートなんでね、なんかね、身長がこの夏から今にかけて 4,5 センチ縮んだショックがあってですね、かつ今日そのいつもポイってジャンプしてガッて捕まって、懸垂みたいなことやったり足を上げる腹筋をやったりとかブランブランってやったりとかする鉄棒に届かなくなっていたのがショックで、それはそれでまた課題だっていうね、でまあいろんな痛みはまた残っててね、残ってるところじゃない、すごい痛いんですけど、すごい痛くてやばいんですけど、いろんな課題をね抱えながら今日は、ベジタブルハッカーシリーズ1をこうして取れたのでよしとします。地元にいます。そういうことで、バイバイ。また、まあ、このシリーズに関してはまた来週という方になるかもしれない。また来週 YouTube チャンネルの登録をよろしくお願いします。